に行ってみようっと。ハルくん、てあげるわ。私のターン。このターンで決める。逃げ、ここに行ってみようっと。面倒ね。ま、私に任せなさい。にしてあげよう。まず行動。逃げ、ここに行ってみようっと。ハルくん、私に任せなさい。このターンで逃げ。セーフ。ベリー、ベリー。セーフ。15ターンで人生の獲物は誰かしら。待ってました。相手はぶっ潰す。Thank you.
て誰を狙おうかしら。私のターン。まずこう逃げ、ここに行ってみよう。ネプテューヌさん、ノワールさん、ブランさん、ベールさん、ネプギアさん、ユニさん、ロムさん、ラムさん、ようやく皆さんが揃うこの日を迎えることができました。ですが事態は深刻です。ゲーム業界が変わってしまったあの日から世界は秘密結社により騒乱に包まれています。そのことならこっちでも把握しているわ。捕まえた傭兵組織の連中を締め上げたら吐いてくれたわ。名前は知らないみたいだけど、どうやらそいつが世界を改変したり傭兵組織に助言してたみたいなの。ルイも捕まえた革命家が似たことを言っていたわ。それで革命家は裏でルイを支配するために昔からルイにライセンス制度が浸透しているかのように改変してもらったそうよ。ただし名前は知らないそうよ。あなた方もなんですの？ベールさんもなんですか？ええ、秘密結社の構成員が S 社の目的のためにいろいろ手を貸していたそうなんですの。そしてその構成員というのがマジェコンヌと。ゼロ次元で出会った大きいお姉ちゃんだったんです。うそー、あの時のもう一人の私が秘密結社の一員？主人公じゃないにしてもネプテューヌだよ。どうしよう。シリーズ王子とはいえまさか別次元の私が敵になるなんて。となると現状明らかになっている秘密結社の構成員はワレチューさんを除き、忍者ステマックス、マジェコンヌ、もう一人のネプテューヌさん、そして名も知らぬ謎の少女ですが、これで全員とは思えません。そして話をつなぐと、世界の改変には秘密結社が関係していることは確実です。でもどうやってこちらから打って出るの？もしかしてもう特定済みとか？はい、たまたま知り合いの凄腕ハッカーがこちらの世界に来ていたようなので協力して現在地を特定してもらいました。なぜかしら、今すごく嫌な予感が。きっとあの人に。相手の戦力が未知数な以上、この作戦には女神および女神候補生の皆さん、そして IS さんとコンパさん、以上10名に秘密結社の拠点となっている空中戦艦へ行ってもらいます。相手は世界を改変するほどの組織です。皆さんお気をつけください。将軍のまとめサイトのネタを探しに忍び込んだもの、えらいことを聞いてしまったでござる。これは早く戻って将軍に知らせなくては。出かけたと思った？残念、まだでした。まったく、ヒストワールも人使いが荒いわよね。到着早々行ってこいだなんて。ですが状況が状況ですし仕方ありませんわ。そういえばさ、ゴールドサードって初めからゴールドサードじゃなかったんだよね。元一般人ってやつ？それなら C 社から聞いたわ。なんでも B 社がたまたま公園で拾った NMR に世界滅亡の記事があったそうよ。当然B 社以外は予言を信じていなかったらしいわ。でもちょうどそのタイミングで黄金の頂が出現。さすがに予言の内容を目の当たりにした4人は焦って、世界を救うために黄金の頂に向かい黄金の力を手に入れたそうよ。あとはせっかく手に入れた力だし、どのくらい強いのか試してみたくて私たちの戦いに乱入したの。あの4人にそんな経緯があったんですのね。ですが悪意のある方々ではなく、あの4人だったのが不幸中の幸いでしたわね。ところで世界が改変されてしまいましたが、体には異変はなくて？シェアによる恩恵が少なくなっただけで
特に異変はないわ。私も今まで通りって感じかな。ブランは、あ、察し。ん？ブランも改変の影響は受けていないみたいですわね。今どこ見て言いやがった。ぶっ殺すぞ。こうしてユニちゃんやロムちゃん、ラムちゃんと会うのも久しぶりだね。そうね、いろいろ大変だったけどいい経験になったわ。警察さんとも会えたし。私だってすごい経験したのよね、ラムちゃん。うん、ラムちゃんと二人でハンターになったの。もう私とラムちゃんでモンスターを倒しまくりですごかったんだから。へえ、二人もすごいね。偉い偉い。そういうネプギアはどうなのよ。私もちょっといいかな、ユニちゃん。ちょ、あんた何いきなり人の胸揉んでんのよ。だってユニちゃんの胸なんだか大きくなってるような気がして。もしかして成長した？してないわよ。嘘、絶対した。だって私女神化した時のユニちゃんの胸のサイズ覚えてるもん。あんた、もしかして私が女神化すると胸が小さくなるの忘れてるでしょう。あ、そうだった、ごめんごめん。久しぶりだったからつい。でもなんでユニちゃんだけ？知らないわよ。てか私が知りたいわよ。じゃあ今私たちが調べてあげるわ。私とラムちゃん、お医者さんね。ユニちゃん、お胸見せて。よし、じゃあ私も一緒に調べようかな。ラムちゃん、ラムちゃん、ユニちゃんに突撃。おー、ちょ、脱げる。バスタオル脱げるからやめそこ触っちゃダメ。本当にそこは弱いから。もしかしたら改変の影響を受けてるかもしれないんだから、しっかり調べなきゃ。もう、なんで私ばっかりいつもこうなのよ。今月の売り上げは先月の10倍か。この調整でいけばこの戦艦のローンの返済もすぐに終わるというものよ。この戦艦、ローン購入だったのか。個人が一括でこんな戦艦を買えるわけがないだろう。ステマックスと共に1年以上下調べをして返済計画も立ててなんとか購入できたの。明るく楽しいゲームには似合わない。現実的なお話なんて聞きたくないよ。してそちらの守備はどうだ。聞いて驚け。もはやゲーム業界の情報は我が手中に収めたも同然。同業者のサイトのステマックスがありもしないスキャンダルをでっち上げて閉鎖に追い込み、広告料を独占じゃ。そうか、それはよかった。では例の物の回収はどうだ。抜かりはない。すでに4つとも揃っておる。そうか、では約束通りそれらをいただこうか。ご超クレジット先払いじゃ。貴様、約束が違うぞ。そうだよ、そんな金額オークション違法出品者もつけないよ。訴えて勝つよ。手に入れるという約束は果たしている。だがそれを貴様たちにタダで渡すなどとは言っておらん。この金の亡者め。金を求めて何が悪い。この世は金、金こそこの世の全て。それを求めることに何の罪がある。ならば力ずくで奪うまでだ。レプティーヌ、アイサー、マザコング。
私にかかればこのくらい。あれ、一つ足りない。どうやら受かったようだな。ち、肝心な時に使えないやつね。なら私直々に相手をするまでだ。そこまででござる、マジコング殿。どういった事情かは知らぬが、将軍に仕えている忍びとして見逃すことはできないでござる。おお、忍者かっこいい。マジコング殿、そしてネプテューヌ殿、将軍に刃を向けたその罪、地獄にて償ってもらうでござる。ち、こんなタイミングで空気忍者が戻ってくるとはね。ネプテューヌ、こいつらの遊びに付き合うのはやめだ。そいつだけでも持って帰るぞ。私としてはもうちょっと一緒にいたかったけど、こうなったら仕方ないよね。逃げる気でござるか。えい、ワープ。逃げたでござるか。しかしこれは一体何事でござるか。ご苦労だったステマックスよ。だがそれはお主が知るべきことではない。またそれでござるか。して密偵の成果はどうだ。それが大変なことになったでござるよ。女神たちに拙者たちのことがバレてしまい、この戦艦に向かっているのでござる。うん、やはりこの時が来たか。しかし信仰の力なき女神もこのわしの敵ではない。マジコングたちなどに頼らなくても女神どもを討ち取り身代金を要求してやろうではないか。おお、さすが将軍でござる。一生ついていくでござるよ。少子、一生わしについていくだと。拙者、何かおかしなことでも言ったでござるか。ステマックスよ、貴様は国だ。将軍、突然何を言うでござるか。冗談にしては心臓に悪いでござるよ。冗談なのではない。このところ不景気でな。不景気。世間は不景気でも将軍は儲かっているのでは。上げ足を取るな。不景気なものは不景気なんだ。それに貴様はすでに我が流派金髪巨乳とは違う道を見つけたそうではないか。それは、その、しかも我が流派金髪巨乳道と真逆を歩むどころか、現実の女子にうつつを抜かすなどもってのほか。そんなことが。今すぐ万死に値する。腹を切るか出ていくか、好きな方を選べ。拙者、将軍を信じていたのに。女神たちにわしらの存在がバレた以上、わしにできることはお主を解雇することのみ。さすがのわしとて女神たちにはかなわん。それにお主を思い人と戦わせるわけにはいかん。わしは知っておるのだぞ。お主があの娘の前では義賊次郎吉と名乗っていることもな。これから忍者ステマックスではなく義賊次郎吉としてわしの分まで達者で暮らすのだぞ。彼女か、一度でいいからわしも欲しかったな。悲しいね、アフィモージャス。俺は悲しいよ。まさか君が裏切るとはね。ん？貴様か。今ならまだ許してあげる。さあ、すぐにマジェコンヌたちにそれを渡すんだ。断る。
これはわしが手に入れたものだ。それを求める者に売って何が悪い。アフィリエイトにはまりすぎてすっかり金の亡者になったのかい。それともひよってそう演じているだけかな。けど困ったな。俺はこの通り、こっちには実体がないから触れることすらできないし、このままではせっかく盗んだのに女神たちに奪われてしまう。なら君が奪われないように守ってくれればいいだけの話だよね。